そう、全然全然。今来たメール今来た、こんばんは。今何してるの？もうお仕事終わった？ん？何？ピカピカしとる。そう、今日はねダンスの練習があるんよ。やってん。やめ。そうなんよ。帰宅した？お疲れ様。今日月曜日やもんね。おっちゅー。バタバタか、そっか。3期生のことはなんかどこまで言っていいかわかんないから、もうか今は内緒にしとくね。なんか言っていいとも言っちゃダメとも言われてなくて、そう。内緒っていうか、そんな本当にあんま知らないんよまだ。そう、本当にわかんなくてもかも。そう。こんばんは。TikTok、 そうね、私もさっき知ったんよ。あるみたいですね。全員じゃないのかもしれないけど、まだ。マイケルさん会ったくらいしか話せない。そうそうだね。なんか本当にでも会ったって言っても、私めっちゃ全然お顔とかも見えてないので、私も本当に分かんなくて。そうだから、そう、私は近くで全く会ってないので、もう本当に分かんないんよ。配信にいたどの子とかも本当に分からんぐらい遠かったので、産休一斉情報はもう死活問題。じゃあチェックしてね、個人で。そうね、3期生ちゃんの候補生の時の配信は見たら、リステルももかが入室しましたみたいなやつを出ちゃうからかもしれないから、前安否のね配信に入った時に、なんか100回目やったっけ忘れちゃったけど、なんか本物のやつが出てしまって、本当にね申し訳なくて恥ずかしかったので、私はそう見てないんで。ちょっと気まずいじゃないですか。だからそう、そう恥ずかしくて、それがちょっとなんか、それでもしかしたらなるかもってなってね、最近は。そう、初めて入ったらバレちゃうので、ちょっと全然なんか私監視してるとかはないけど、もしそれが出たら監視してるとかみんなに言われちゃうかもしれないと思って、全然それは
見てなかったですね。見てないというかお顔はね見させてもらったんですけど、あの写真で、あの写真っていうかなんかあの候補生みたいなところの、あのどこだっけなんか見れるとこはあったけど、中の配信までには入ったことないね。そう、本人大事にして、あ、そうなんだ。え、でも私なんか安否の時バレたよ、ファンの人に。なんか見えとったよ。100回目やったらバレるんかな。でもなんかあんまりねルールがそこら辺分かってないので入ってないですね私は。前髪の前髪がもうさ、もうさ、踊って割れなかったらチェックしてた。どうだろう、そんなに普通に見るぐらいかな、個人的に。ちょっとだけ分けようかな。なんかどこで分けようあー、なんか前髪の調子が悪いんだよね言うこと聞かないの。しかもこのさ、このくしだがダメなんだ本当に。いや、これだよ気のせい。迷うな、待って、分けるか、分けようかな、もう分けようかなあ、もう分ける、気にしない一番、これが。もう分けちゃうから私みんなからしたらどっちでもええわって感じよね分けちゃいます。今日はもう調子が悪いので、汗をかくとね前髪ちゃんは調子悪くなるのです。実はこれは分けるとこも大切。ここでいいか。そう、雰囲気変わるって言われる。よく。仕事終わったな、あっちゅー。畳に出してもよかった本番眉毛が、いや私今さっき適当に眉毛描いちゃったんよね。今日メイクしてなかったんよ。けん、いや、ちょっとだけメイクした、さすがに。いや、さすがにっていうか最近普通にあれなんよ、すっぴんでも配信しとるけど、なんか今日はちょっとはしようかなみたいな
思いました。ちょっとぐらいしましょうかねって思ってちょっとしました。まあ全然でもすっぴんの日もいっぱいあるよね知ってる。まあ時にはさ、お肌を休めたい日もあるからね。さすがもうさ、でもさ大人っていうかさ、もう大学生とかはさメイクしていってる子もいるわけじゃん。すごいよね、毎日朝からこうキラキラってやってるやつかわいい美人さんありがとう。桃が好き。キラキラ、なんでキラキラなんやろ。なんかあるんかな、仕事ってただあるだけかな。こんばんは。6周年まで肌休めてる。うん、休めてるよ全然。レッスンとかあんまメイクしないし、もう配信の時だけしとる今は。社会人は寝坊してもいいかす。わかんない、どうなんだろう。しなきゃいけないんだよね。でも寝坊したらもう急ぐしかないしね この後朝ごはん食べてダンスの練習、そう明日のね向けて新生活応援。あ、そうなんだ。マスクしとってもメイクは丸わかりだよ。目がもう。朝ごはん？明日？ピッカピッカな1年生。大きくなったらケーキ屋さんになりたいです。ピカピカな1年生あれ面白いよね、かわいい。まだね、そうご飯食べてないんよ。今から食べる。その CM 最近見ない？今やってるっけね。どうなんだろう。え、どうなんだろう。私もねテレビでは見たことない。今日は見てないね。今日はもう本当もう朝は体調が、これ寝てました疲労でちょっと最近ダンスをしてるから夜あ、結構昔なんだ。で私は なんかなんで見たんかな。アニメの CM 好きそうお、今月メール撮ってました。あ、ありがとう。いつも体調が心配です。全然ありがとう。今は多分ちょっと覚えるのが多い時期なので、コンサートに向けてちょっと寝不足なだけで、ちょっと練習もねいろいろあるので、ありがとね。
筋肉痛はね結構大体ずっと踊ってるからならないんですけど、こないだリコチと2期生の何人かでなんか朝のなんかあのちょっと筋トレみたいなのに参加したんよ。リコチがね筋トレハマっとるやんか、ツイートとかでもしとるやけどしとるけど、それでね次の日ね、あ2日後になったんよ。しかも私2日後になったんよ。で私その後になんで私は筋肉痛なんだろうと思って思い返してみたらそれだったけどすぐ治った。1日とかで治るぐらいの筋肉痛、なんかいつの間にかもう治ってるけど、そう、そのなんかあのこのこうやってやってあの足こうやってやるやつあれじゃないですか、なんていうっけこれあれ体幹の鍛えるやつそう、いつもはねあれですね、プランクか、いつもはあの釣りの日に筋肉痛になるんですけど、その日だけは2日後になったね。なんかそう、でもなんか1日ぐらいで治ったかも。なんでだろう、すぐなんかもういつの間にかもうない痛みが軽いやつやったかなそれに参加してましたね。筋肉痛が遅れてくる。どうやろうね、今回は何でやろうか。筋割るの、うん、私はその1回参加しただけで、私はそうですね、そこまで筋トレ得意な人ではない。そのこういうこうやって耐えるやつとかは頑張れるけど、まだでも私はあれだね、この何が苦手かな、何が苦手やかな、あー腕立てがちょっとね全然できないね。5回ぐらいであー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 って5回ぐらいでちょっとああってリコチ、そう最近ジム行ってるらしいバキバキの筋肉だと嫌だ、嘘。でもそんなに本当にあのできないですジム一回も行ったことないよね、人生で。みんな行ったことありますか？男性の方が行ったことあるよね、絶対。女性よりは。体育の授業前筋トレある？嘘あるっけ？通ってたんだ。こんばんは。ありません？ありませんか？こんばんは。市民プール？私さ、小学校の低学年で、小学校の低学年でさ、なんだっけ、あ、25メートルすら泳げんくて、なんか泳ぐ教室に行った。泳げるようになったよやめたらすぐ、あ、そうなんだ。ジムって筋肉作りたい人が行くとこよね。ダイエットもあるのかな、ジムって。
低学年なら普通、わかんない、どうなんだろう。でもそんな得意じゃないから今でも遅いんよ。泳げるけど、泳げるけど遅いみたいな。あ、痩せたい人も、そっかそっか。私そう、バタ足が苦手で平泳ぎの方が得意なのね。平泳ぎやったらクラスの真ん中ぐらいの速さになれるけど、クロールになった瞬間ほんとビリビリの、ちょっと前かビリぐらいになるから、めっちゃね苦手なんよバタ足。疲れるからすぐ足動かさんなる。あ、運動不足の回避。水泳選手コース次の、バタフライは私もよくわかんない。なんかじゃんじゃんパスワーって感じ、はーってやっとけばなんかもうできとるかなみたいな。あ、なんか出てきた、よこ。平泳ぎも別に得意じゃないよ、まだマシなだけであって。じゃんじゃん、なんか足2回ズンブーンってやってパシャーってやってほとんどやったことないからあんま知らないや。あと私背泳ぎができないんですよね。バタフライそうできない人がねやったら、バタフライわかんないよね。なんかどうやればできとるのかもわからんし、できとる人でもすごいよね、ほんと。なんかすごい。私背泳ぎしたら一瞬で沈むんよ、なんでやかな、ほんとに。何ができるの？いや、水泳に関しては別にできることはそんなにない。私ができるのはまあ平泳ぎと、まあ、クロールはできるけど遅い。なんか打ってきた。バタフライ難しい。息継ぎできるよ、全然。座長より私あれ練習し、立ち泳ぎがそれかは分からんけど、なんか海女さんとかが、潜る人がこう海の上でもこう浮けるようにさ、足動かしてそのするあれを私も練習してた前、プールで。浮いて待つ、そう、それ立ち、それが立ち泳ぎの、それを練習してたけど、なんかね、何十秒かはいけるけど、何十秒とか20秒とか30秒頑張ればいけるけど、もうそのうち無理になる。20秒も無理やったかもしれん。どうやったろうか。服着て泳ぐ練習したことあるね、多分授業、小学校かな、あんま覚えてないけど。立ち泳ぎ披露はできる、だってできんもん。普通にみんなできるレベルしかできないし、あとは何が、本当にね得意なこと一個もないよね、水泳に関して。本当に何が得意なの逆に。何が得意？でも私はプールの下の方で泳ぐのが好きだった。まあね、息が続かないんですけどね。犬かきもちょっと練習したことある。犬かきって本当にできるんかなって思って、小学校の時にこうやって意外とできるよね、あれ。私は一番、プールの下でこう
潜るやつターンが得意もないね別に。潜水か。宝探し大好きだった。本当にもう宝探ししか好きじゃなかった。なんならプールの授業それもね得意か分かんないけど、ただただ楽しかったね。出張行ってくる。いってらっしゃい。気をつけて。下に潜って塩素の薬触らないで触らないで宝探ししないのみんな授業で。着替えとか。そうだよね、1時間でさ水泳の授業するって結構ハードル高いよねあっという間すぎてさ、なのに頭めっちゃ濡れるしみたいな。宝探しは、まあ、ある人となかった人いるかもしれんけど、こうやっていろんな色の、私のところはね、私のところはなんですけど、中学校ではやってないけど、こんないろんな色のこうやってカラフルな色の ボールみたいなやつがあって、それをこう先生が投げとって、それを取って集めてみたいな。そう、どこのチームが、そうどこのチームが楽しい、ピックこれ。そうでもなんかあれ、パパがくれと。私お絵かきができないけど、ボールを沈めとくんよ。やってるよね犬やん。うーん、どうなんだろう、別に別にちょっと違うと思うけど、でもまあこんな感じ。本当にボール取って入れる。追い込んだ頭痛いね、それは。柔らかいボール、ドッジボール、したことない。ボーダー来とるおソロじゃん。水球やったことないね私は。どうなんだろう、女の子でやってたかな、どうだろう、わかんないけど、やったことないね。キャップかぶってたよ、ちゃんと。ハードだよね、絶対疲れるよね。てか泳ぐだけでもさ疲れるじゃないですか。もうでこくん、ありがとうありがとう。もがしき、もがしき、目を洗ったりしなさそう。え、そうなんだ。でもなんか塩素があるせいかめっちゃ目が赤くなったりするから、あんまり最近プールには入りたくなくなっちゃった。だからもう何年プールに行ってないんやろうか私でもね、こっち来てから一回もしてない、一回も行ってないから、どうやっけな。髪も痛む。
なんならあんま肌にも良くないかもって最近思い始めた、塩素とかその薬のあれって。だからそう、それからね一回も行ってない、高校やってないよ。海で泳いだことあるけど、なんか海も顔つけたらもう塩で目が痛すぎて、あんま海行ってもね顔つけたくないね、痛い、目が痛いそう、漂白剤みたいな匂いするよね。ゴーグルがいるよね海は。なんか中学校2年生で行った時に修学旅行にバナナボートみたいな、速いボートショーンみたいなやつ行ってやったんだけど、さすがにさそんな水がバーってくるとは思わんくて、もう水がね目にバヒャーってかかってきて超痛かった楽しかったけどめっちゃ痛くて、そう、バナナボート飛ばされてた。うん、あのバナナボートねが、の水がパシャーって。沖縄で「カレーやラーメン」私何食べたかな、なんかタコライス美味しいよね、タコライス食べましたね。違いついて一回でだって一回転したん。私はでもバナナボート自体めっちゃ楽しくてまたやりたいけど、あんまり海にね行くの、海の中で泳ぎに行くのはあんま好きじゃないから、ベトベトするからさ塩でそう、結構なんか流れが速くなくて浅い川に行ってたね前は、家族とかで。本当にもうなんか流れが速いとこじゃなくてね、足も絶対つくしみたいなところ。あとなんかさ海で泳いだらさクラゲがおるかもしれんとかって変になんか心配しちゃう。でも足パシャパシャするの好きよ私。泳ぐまでいかんでもさ、なんか足ウニ踏んだことは痛いやん絶対痛い。四万十川で泳いだことあるのかな私足湯好きあるのかな。そう高知の川綺麗だよ。なんかね幼稚園の頃の遠足とかでもなんかね行ったことある、川でみんなで泳いだことある、なんか私覚えてる。自慢とかはないでしょ、遠いも私の家知らないでしょ、うん、分かんないよ、近いかもしれんよ、分かんないけど。
私でも今までねどこで泳いでたか覚えてないんだよね。ちっちゃい頃に家族で連れてってもらってたから、もうここがどことか、そう、一番とかそう有名だよね。高知広いよね横に広すぎてね、なかなか全部は行ったことない。私四万十川しか、仁淀川はタワーと、でも四万十川の方が有名だよね。仁淀川、仁淀ブルーが綺麗なんよ。でも意外と結構遠くまで行ったりもしたことあるから、うちの本当にわかんない。春野に行ってきた。いいね、春の運動公園楽しいよね。東京のどこも、そうなんだ。龍河洞、あ、修学旅行で、そうなんだ。私もなんかで行ったことある。なんだろう、なんかやってるね。イルミネーションじゃないけど、なんかそういう綺麗なやつがあるんよ。それ行ったことある、一回だけ。あ、仁淀川だよね。この間行きましたね。奥多摩。聞いたことある。でも見た、字を見たことある。川遊びもできるんだね。私は広島でできる釣り堀のところを結構気になってて。春野ってコーチユナイテッドのホームステイ、多分釣り堀イベントいいよね。釣り堀だったら釣れやすいしね。海とかやとその日とかによるかもしれない。こんばんは。釣った魚食べられるイベントね、なんかさあるよね。そのまま釣って食べて、食べる、そこで食べれるよみたいな、調理もしてもらえるよみたいなところとかも多分あるんよ。そういうとこいいなって思う。こんばんは。ピカピカ、このピカピカってやつ私のペンライトカラーや、たまたまあるん、そうそう。広島はでもちょっと遠いんやけどね、結構多分なんか全体的に遠いとこにあるんす。なんか私道の駅とかにも行きたくて、行きたいんだけど、道の駅とかも結構広島って遠くて。ニジマスいいね、フライとか塩焼き、私塩焼き好きなんよね。そう、連れたまま特典がどうかな。そう、ペンライトカラーな。ももがさばくのか、川の魚さばけるかな。卵食べたこと、ニジマスとか逆に食べたことないか。道の駅の発音がマイケルさんと一緒。嘘、みんな違うの。逆に道の駅以外何があるん未知の駅え未知の駅じゃない、あと何があるんじゃ、未知の駅
道の駅、うん、道の駅、うん、もうわからんわ。え、何が普通に言っとったかわからなかった。道の駅、あ、これ、え、だってじゃあ私はなんて言っとったん、うん、道の駅に、うん、道の駅、これは私の、私流、私とマイキューさんが言ってるやつ。道の駅、ほう、うん、私はもう貫くよ。道の駅、道の駅、わからん。自分が言ってるのも正解バージョンももうわからんだった。あ、なので合ってた？嘘、もうわからんだったの。わからん、なんかさ、何回も言っとったらわからんなるよね。なんか何が正解なのか。道の駅ね、行きたいよね。なんかいろんなそこの有名なものとかさ、そう、そこのものが売ってるのってすごいいいんよね。続けて、あ、分けて、いや、もう私は自分の貫くね。もう慣れちゃってるから、何十年もじゃん、なんなずっと生まれてから。広島、そう、遠いんよ、めっちゃ本当に。なんかさ、アイスとか売ってるとこもあるじゃん、そういうのいい。近づけたい。インテナショップも好き。なんか地元っぽいものを売ってるところ好き。そう、まだ何十年も生きてないね。まだ。そう、ソフトクリームとか売ってるもんね。野菜、そう、そういう、なんかそういうの好きなんや私。ウニのソフトクリーム、そうなんだ、いいね。桃が好き、桃が好き。限定品なんかね、そこの言う、例えばなんか高知だったらゆずのソフトクリームとか。ゆずのソフトクリーム美味しいのよね。広島市に近いのは東広島、これ西条って読み方合ってます？なんかさ、でも遠いん。西条合ってる？ありがとう。お、月町の道の駅で、なんだ、万館、ええ、なんだこれ、そんなんや。車が、そうね、結構ないと。免許持ってる。私も車の免許を取っていくか。絶対これは取らんやつやけどね。高知のやつなんかも、万館、私知らんかったかも。
そういえば私今家に分担あるん私が知らんだけかもしれん、なんか詳しくないだけかも。文旦はね、美味しい黒焼酎の塩砂糖とか。あ、食べたことないよ文旦。大きいやつ、黄色い文旦、でっかいやつ、なんか広島でも売ってたんですよ。で、文旦はコーチさんの文旦があったんだけど、なんかみかんとかってさ、中のさプチプチは手で取れんけど、文旦は一つ一つが硬くて、硬いというかなんかプチってなる、こう口の中にいたらプチって本当にもう弾ける感じで、文旦は買ってた。安いよね高知でも、ちょっと持って帰るのが重そうやから。確かむくの力がいるかな、大きいやつ。そうプチって、ほんとプチッと感がすごいんですよ。そう、香りがいいね本当に。あれは私のお家はみんなそうかもしれんけど、普通に包丁でこう十字に切り込みで切って、そっから自分の手でグイッてやったりとか。かな。皮はちょっとね、苦い、苦いって皮っていうか、あの白いとこすごい苦いんですよ。だから染みるね。みかんみたいに。そうだよ、剥いて食べるのよ。ささくれがあるとね、染みるよね。甘いよ、美味しい。広島に文旦なんかね、売ってる、スーパーで売ってるとこがあったんですよね。なんかそんな見ないけど、やっぱりやっぱ高知ほどは全然。いちご氷ね、めっちゃ嬉しそう。5周年の時にいちご氷売ってたね。本当に幸せだった。本当にガチで幸せすぎた。ポンカン美味しいよね。私何が好きなんだっけな、忘れちゃった名前。デコポン、私デコポン好きなんよ。どこが有名なの。あれ美味しかった。フルーツたくさん売ってた。あ、そうなの？これセ、なんて読むのこれ。セラ？絶対違う。デコピン？デコピン好きなの？あ、合ってるんだ。セラって読み方で合ってるんだ。私これ合ってるのかなっていつも思ってた。なんか違うんかな、そうなんかなみたいな。まだあんま広島のね、あの覚えてないよまだ、その読み方が分からなくて、難しくて。痛かった。屋台の練り歩き、そうなんかね、そう
ったよ。とか、あ、そうな、なんかね、お花があるよね、その世羅町ってところ。なんかよく広島のチューリップとかあるところだけど、お花畑がね行ってみたくて私。でもやっぱ広島のお花畑も遠いんよ。で調べてた時に大体結構世羅町っていっぱい出てくる気がするんだけど、多分そうだと思う。なんか遠いんよね、ちょっと。地面ひまわりのとこもあるんや。でもそう、お花畑が多いんよ。本当に行きたい。そう、道の駅有名なの、その世羅町ってとこの。あんまり広島もまだ知らんからな。紅茶コスモス、いやほんまコスモス大好き。チューリップとかも好き。お花見行くの明日。いいね、お花。駅伝、広島広いね。なんなら高知でも全部言えるかって言われたら絶対言えないもんやけん。メルヘンのお写真撮りたいよね、映えるしさ。そう、ツイッターとかにも載せれるし。広島も多いね。チューリップもう終わっちゃうねえ、菜の花と桜がきれい。いいよね。スクモが言えるわ。スクモは行ったことがあるからね、言えるんよ。そう、ちょっと遠いけどね。もうね、インスタしてないよ。まだインスタ希望ではないんよ。なんかだからしてない、してないっていうか、あれは希望してもできるものではないけど、そう、希望。地球巡って、そうだよね。TikTok やりたいんですけど、そう、やりたいね、やっぱり。そう、今日はおでこ出してる。家の庭のチューリップまだ咲いてなかった。そうな、チューリップかわいいよね。なんか好きなんよ。 TikTok ね、またやれたらやりたいんだけど、なかなか。そう、個人のね。インスタに映えをしてね。映えね、そんなにね、映えるところに行かないからねあ、お城の桜いいね、いいね。黒い衣装も良かった？ありがとう。で、今年もすっかり見慣れた？たまにやっとるもんね。そう、個人で、うん、やりたいなって。近所の菜の花、菜の花のさ、行ったことないよね。自撮りすれば確定では全然。キラキラキラー。免許取るしかないんか。そうか。何の花香りも映像なんや。カフェ飯のインスタ、やんちゃん載せとるね。やんちゃんね、カフェのね、多分ご飯屋さん結構行っとるんよ。でも私あんまり行かないからさ、行くとしてもやんちゃんと行ってるか、あんまり行かないのよ
行きなさいって感じなんですけどね。ちゃんと映えるとこに。そう、ほくろかな、ほんと最近行った、最近は行ったかな、なんかね、用事で町に行った時に一人で、普段行かないんですけど、それは用事があった件行ったんやけど、その時に時間があったから一人でなんか気になっとったとこ行ってみたけど、でも分かんない、バイトルか分からん、なんか普通にでもももか魚が好きなので魚のとこ行ったね。めっちゃ美味しかったよ。また紹介しよう。おでこのはニキちゃんじゃなくてね、袋だよ。めんちゃんとお寿司、お寿司もいいね。こんばんは。和食大好き。なんかめっちゃ気になっとるとこあるけど、なんか予約制でねのところもね行ってみたいなって思ってる。海鮮ね、海鮮ランチいいよね。ヤンちゃんと EX 大志さんの記事もよかった。ほんと？そうそうそうだね、ダンスの練習しなきゃだね。何が、なんか私が言ったいのはやっぱお魚のところ、でも名前知らんくて、なんか言ってもなんか なんで見たんやろか。あれかな、なんかね、私行ったことないけど、自然の禅が2個あるところ、町のあれなんて思うんだと思う、全然って思うのかな、自然の禅が2個あるとこなんだけど、多分いっぱいだから、その人気でお客さんがいっぱいだから予約あった方が確実に行けるみたいな。なんて読むか分かんないんだよね。全自然の全を2個漢字並べたとこだって、多分違うっけ。間違っとるかな、あれ似てる字かな、あれちょっと合ってるかな。やばいやばい、合ってるかな。いやもう漢字が合ってるか分からん、ちょっと。あ、そう、本通りにあるシカジカ、ササ、ササか。SD ライブ始まった、嘘。見て見て。どっちだろう、シカジカ、ササ。どっちか分かんないけど、その店すごい気になってるとこ、私。予約制らしい。予約制ではないわ。予約制ではないけど、もう、多分人がいっぱいだから、人がいっぱいやから、もう予約
銭湯みたいな場所ですね。すごい気になってる。めっちゃ美味しそうなんです。あ、笹なんだ。つる本通りのお店。 TikTok って使い方、うん、結構簡単だと思うよ。海鮮のお店かな。そうだ、海鮮もあるし、焼き魚、あ、それも海鮮だっけ。海鮮か、海鮮だね主に。混んでる、めっちゃ人気。お高そう。あ、どうなんだろう、本当に行ったことなくてね。そう、古風な感じのいいとこ。そろそろ読もうかな。読み方難しいお店あるね。そう、ランチやったらそんなに高くないと思う。前ね、ランチで行こうとしたんよ。でもいっぱいそうだったの、人がめっちゃ来てて。だからね、多分無理なのかなって思った。だから夜はもしかしたらお高いのかもしれんけど、ランチはそんなに、まあ、ちょっとお高いぐらいじゃないかな多分。またもし誰か行ったら教えて、どんな感じやったかランチ混んでると思うよ。こんばんは、こんばんは。もーちゃんと来た、行きたいよな。ランチは1000円から。あ、そうなんだ。じゃあ結構行きやすい感じなんだね、ランチは。行きたいとこ増えた。おすすめだよおすすめ。いや、行ってないのにごめん。行ってないけど絶対美味しそうだったの、写真が。本当に、うわー美味しそうと思って。あとはなんか私が行ったのは、実際にバケツのところのランチ、なんかバケツに、それも本撮りなんだけど、バケツの上に、バケツの中バケツの中に氷があってその上に刺身が置かれてて、お昼に、お昼のランチでちょっと行ったことがある。なんかそんな、夜は多分そんな感じのお店じゃないんだろうけど、昼はね、そのなんか定食みたいな感じで。写真あるある、またでも800円だったんですよね、めっちゃ安い。バケツ定食海鮮丼のやつ。あ、そう、牡蠣とかがあるね、お店だね。そう、お昼はほんと定食屋さんみたいな感じ。うん、多分出てくると思う。そんな感じで調べたら、本当にバケツ定食みたいな感じで調べたら出てくると思います。多分すぐに牡蠣のなんどうちゃらこうちゃらみたいな書いてある。800円だよ。前髪あった方が可愛いですか。ありがとう、どっちでも嬉しいです。どっちが好きって言ってもらえても嬉しいです。とりあえずやろう。夜はね、どっちかというとなんか大人の方が行く感じなんだけど、お昼は本当に全然誰でも行けるって感じ。いや、夜は分かんない、多分どうなんだろう。大人も、いや、もうかはそんな
大人ももちゃんにはなったけども一人でなんなら本通りに夜行ったことないからな一人だったら絶対な、なんなら一人でお昼もあんま行かんから。そう、再販始まってる。ぜひ直接も待ってますわね。一人で夜なんか行かないよそんな一人で夜外出るの嫌いだもん。ではそろそろ読みますね。もかさん、行ってほしくないけど、いや行ったことないんだってば行かないので絶対。私人夜夜道歩くの超嫌いなんよ一人で怖くて。13位のエイトさんありがとう。11位のアザースさんありがとう。11位のキビナンゴヒコニーさんありがとう。10位のゼータンさんありがとう。練習頑張れ、今日も頑張ってくる、ありがとう。9位の奈良西さんありがとう。8位のミミフィーさんありがとう。7位のフミヤとマクフフさんありがとう。6位のモモカロ侍さんありがとう。あ、変わっちゃった。13位のきびだんこひこにさんありがとう。12位のセタンさんありがとう。11位の奈良西さんありがとう。10位のミミフィーさんありがとう。9位のフミヤとマクフフさんありがとう。8位のモモカロ侍さんありがとう。7位のマピアノッピさんありがとう。練習ファイト本番楽しみにしている、うん楽しみにしとってね。6位のケイシティンさんありがとう。ボーリングもいいけど釣りボーリーイベントもよ、それな待ってる私も。5位のタロイモさんありがとう。4位のさくらさんありがとう。3位のドラゴンさんありがとう。新人係超頑張れたよ、可愛い天使も会えたありがとう。お疲れ様、頑張ってね。いいの、福ちゃんありがとう。で、今年もちゃん最高、ダンス頑張って好きやもんねありがとう。1位の昔からおじいさんありがとう、ありがとうよ。今日はちょっと早めだったんですが見に来てくれてありがとうございました。てるさんバラありがとう。ひげじしんちゃん先生さん、あ、イースターの卵だありがとう。あいあいさん、だるまありがとう。ふくちゃん、ひよこちゃんありがとう、かわいいよおもろしさんハートありがとう。ドラゴンさんピカピカありがとう。ひやんさん、ひよこありがとう。とし、さんピカピカありがとう。ありがとう。うん、頑張ってくる。ああ危ない頑張ってきます。バイモモ、またね、おやすみなさい。またね。